中村です。ありがとう。めっちゃギフト。おかえり、ただいまただいま、やっほー、お疲れ。ありがとう。ハートもありがとう。そう、明日公演です。夜だけなんですけど、明日は1公演だけあります。ありがとう、初見さんも。中村舞です。愛媛県出身です。出ますよ。明日からステージ続くね。確かに明日が終わったら新潟が23、24とあります。そうですね、新潟に行きます。ごめんね、ありがとう。そう、すぐ大阪もあるし。ホイットハート、ありがとう。マイキュー好きってビギナーさんが言ってる。ありがとう中村です。もうね、もう体やばい本当に本当にやばやばです。今日は行きも帰りも C 席で本当にもうもうもう A に座りたい。でも最近なんかもうダンゴムシみたいに丸まって眠れるくせに、癖っていうかなんか技みたいなの見つけてなんかそうすごいね、いろんな寝方を編み出していきました。すごい、ありがとう。いや、そう、通路側そうなんや。なんかね、 A 席はまだ窓側にこうパタンってできるんですけど、 C 席になると通路側、そうでさ、通路側にもさ、こういうなんていうんですか、 手すりじゃないね、なんていうんですか、あってさ、席のこの手のところが、そこにさ、こうやって頬杖ついてさ、こうやって寝てたらさ、たまに頭がはみ出してさ、でさ、通路通る人にさ引っかかってさ、プワーみたいなめっちゃなるんよなんかね、わーみたいな。それで起きてそうなんで、一個もはみ出し禁止。眠れないけど、ありがとう。でもいっぱい倒させてもらう後ろの人に。でもさ、倒しすぎてさ、一回さ倒しすぎたの、なんか
C 席で倒しすぎて、でなんかこう倒したらさ、倒してない席と倒した席でこう間ができるじゃないですか、その席と席の隙間みたいな、そこに頭を突っかけて寝てたんですけど、倒しすぎて頭が完全に後ろの席に出たことがあって、もうなんですか、もう寄りかかるとかいうレベルじゃないぐらい隙間が空いて、もう頭ビヨーンみたいな。挟まった。また逃げた。B 席、いや B 席はね、まあ、なんかあんまり座っ、あ、なんか人がもうめっちゃ混みまくってる時、いっぱい新幹線に人がいる時は B 席もう全部埋まってる時あるんだけど、そうじゃない時は B 席座らない、人が座らないこともよくある。クマ、あんたもありがとう。怖い、 C から頭はみ出して B 倒すとかいう、なんかすごいもうちょっと恐ろしい発言挟まっちゃうんだけど、 B だけ座ってる王様スタイルの人おる、そんな人いるの？ご褒美じゃん。もうあえて A と C が埋まる前に B を取っちゃうみたいな感じ。そしたら席取るときにA と C、 あ、 B いるから A と C、うん、でなるってこと？先にもう本当に一番乗りに B 席を取っちゃうってこと？そういうこと？王様スタイル。でもさ、これで仮に A 席に人が座ってさ、たら AB でさ、仲良し小良しで座ることになるよ。 C に人がもし来なかったら、 C 取っとけばよかったとか、 A 取っとけばよかったってなるんじゃない？作戦ミス。ありがとう。マネージャーさんがいつも乗ってくれる。そうなんですよ。で、配られる。運命の時。配られて。2つ取る？取れるもんなら取りたいですよ。でもさ、なんか誰から聞いたか忘れちゃったんだけどさ、なんかお相撲さんはさ、なんか2席取るみたいなの聞いてさ、でしかもお相撲さんだから、そのもう職業でお相撲さんやってるから、だから2席目は半額になるみたいなのを聞いたことがあるんですよ。本当なのか知らないんですけど、
どこ情報か知らないんですけど。本当？いや、わかんない。本当なのかな？聞きたい。この中に力士の方はいらっしゃいますか？マツコさん倍額払ってるから。マツコデラックスさんですか？お、友達が元力士。すごい！なんかショールームって、すごいつながりが、すごいですね。じゃあちょっと聞いといてください。本当なのか。いや、私もこれ噂で聞いたんで、本当か知らないんですよ。聞いといてください。気になるわ。ダルマハート、ありがとう。飛行機？まあ、飛行機あんま乗らんけんね。うん。本当に、たまーにしか乗らん、飛行機は。飛行機はね、寝ません。なんか寝る暇ないぐらい早く着く気がする。飛行機耳キーになる。うん、なんか気圧で耳がちょっと、うん、なんか、あ、飛行機は私結構好きなんですけど、気圧で耳がちょっとうんってなるのはちょっと得意じゃないかも。あとね、飛行機はその乗ってすぐに席を倒したりとか、あの、何ですか、あの、机出したりとかできないじゃないですか。なんか着陸じゃないや、離陸して、で、あの、なんか安定みたいなところに入ってからじゃないとダメだし、着陸前もそれができないから、そうなんよ、結構ね、うーんってなります。ごま、ありがとう。乗り過ごすことない。確かにそれはメリットだね。飲み物何飲む？リンゴジュース大好き。アップルジュースか、あの、スープ。あとね、飛行機はなんかあれじゃないですか、電波をさ、あれにしないといけないじゃん。なんか飛ばないようにしないといけないじゃないですか。だから機内モードとかにさするんですけど、機内モードにしたらさ、ネットつながらなくなるじゃん。でもさ、機内モードでも唯一できるゲームとかあるんですよ。なんか携帯ゲームで機内モードにしてても、そのネットとか繋いでないからできますよみたいなゲームとかあるじゃないですか。ああいうのやってて、でなんか、あの、
キャビンアテンダントさんがさこう通るじゃないですか。携帯触ってるからさ、だからさ、私今機内モードにしてますからねみたいな顔で、あのちゃんとやってますからねみたいな顔しとかないといけない。ゲームしてますけど今機内モードにしてますからね。機内バイバイ？なんかあるとことないところがあるのかな。どういう顔なん？やってないよって顔。ありがとう。おいもありがとう。ゆけんさんもありがとう。中村まゆです。本読んだりしないんだよね。読み聞かせてほしい本。なんかさ、しかも早口で読み聞かせてほしい。倍速ぐらいで聞きたい。いや寝るかも。確かに。そういうアプリあるの？絶対寝る。子守歌じゃないけど子守朗読。マイキューの声で呼んでほしい。私の声眠くなるって言われるから。眠くなる周波出てるから。ありがとう。あと私鼻声じゃない？結構自分でも思うわ。心地いい声。マジマジありがとう。出勤さん、小村舞です。愛媛県出身です。あ、愛媛県出身です。愛媛県出身です。ありがとう、ジージフエン現象？本当にあるらしいよ。私のための現象じゃないから。フエン。ひえー。
特技はバッグに入ること。いやそう、私あと忘れてた特技があって、なんかもう絶対にやらないんですけど、なんかおきちゃんとね話してたの。おきちゃんと話してて、でなんかなんでかわかんないけどオペラの話になった。なんか 歌を歌っててオペラの話になって、で私オペラ歌手の歌い方得意だよみたいな話をしてて、でおきちゃんに披露したんですよ。そしたらめっちゃいいじゃんそれみたいな、もうバンバンやりなよみたいな言われて、え、そうやらない、いやなんかやったことあるんだよね、ショールームで。ショールームでやったことあって、そしたらなんかあんまりなんか反応が良くなくって、あんまやらない方がいいよみたいな感じだったから、もうやらないんですけど、絶対に披露して嫌だけど。オペラって、あ、テノール、うん、なんか低い感じ、その歌い方好き。そうなの、披露しない特技。そう、もうすごいモヤモヤしますけど、披露しない特技があります。披露しません。でもね、めっちゃうまいの。自分で言うのも変だけど、お話し会で披露してもらうか。だってさ、え、それリアル？それともオンライン？どっち？それでもか悪くない？もうリアルだったらみんなも聞いてる。え、リアルってさ、なんかさ、前の人の会話聞こえてくるよね。聞かないようにしてる。その流れで話したりするから、いやあるあるだよね、なんかそれ。お話し会あるあるだよね。そうだよね。その経験あるわ。結構あるあるな気がする。連続でお話が続く？連番じゃなくて、なんか特徴的な話をしてたらかな。思わず突っ込みたくなるような話を前の人がしてたらなんじゃない？あるあるだよ。なんか聞いてるっていうか、聞こえてるが正しいんじゃない？聞こえちゃったみたいな。緊張するから隣のレーン見てる。わ、隣のレーンに、それ隣のレーンに釣られるパターンじゃないですか？大丈夫ですか？ちょっと行こうかなみたいな、目やっちゃった、行こうかなみたいな。
大丈夫ですか？許してないわけじゃないですよ。でもなんか見えたら、あら、あなた幅広いわねって思うくらいですよ。あら、あら。なんかさ、私あの視界ってこうだけじゃないじゃん、なんとなくこう見えるじゃん。だからさ、なんか一瞬見えたりするときある。取ってるじゃない、幅広いってのはなんていうの、範囲がね。守備範囲レーン途切れた時しか見てないって思ってた。見送って話してわーって、見送ってバイバーイって、その時にチラって見えたりするかもわ。あとは優先レーン行こうっていう時とか、優先レーンちょっと遠かったりしたら、怖い。でもさ、みんなさ、ちょっと見つかりたいっていう願望はちょっとあるよね。ちょっとこれ後で推しに怒られるご褒美だ、ピョーン、ワクワク、こっち見るかな見るかなみたいな人いるよ絶対。いやね、本当にバレたくない人はマジでわかる。もう本当にバレたくないんだろうなみたいな感じで、もう人とかめっちゃ向いてたら、お前本当バレたくないんやって思ったら、もう本当触れんけど、なんかそうじゃない、もうニコニコ笑顔ニコニコみたいな人いるもん。いや、それはもういじってほしいんだろうなみたいな。見てるよ。いや、怖いとか言いながらちょっと喜んでるもん。みんなド M？ そうなの。でも確かに私ド S の人にあんま出会わんかも。出会わんな。怒ったことあるか？どういう？でもなんか失礼なこと言われたら怒る。プンプンする。
しかも割とガチで怒る。でもそんなに、うん、そんなに怒らんよ。でも本当に言っちゃいけないことを言われたら怒ります。それは言っちゃいけないでしょみたいな。どんなことか、まあ、笑えんようなことよ。あ、いろいろある。醤油かけすぎ、もうそんなのもうかわいいかわいい。醤油かけすぎとか言われんもん言われんな。イントネーション？え、言われたことない。レン行ってきた報告？別に何も。どうやったっていうどうやったんてなんか聞くかもしれん。母親か、あんたどうやった聞いたんかって、どうやったおかんや、おかん。推し編報告されたことあるか？え、なんかなきにしもあらずなんだけど、でも私に報告してもめっちゃ冷たいですよ。あ、そうなん、わかったわかった、また会おうなってそんなこと言われてもまた会おうなで終わりますよ。違うの、なんかもう来ないよっていう人に限ってまた来てくれるんだよねだからまた会おうねっていうじゃあねってそうなの。なんかこれはなんかわかんないんですけど、中村調べによるとそうなんですよね。でももうしつこすぎたら分かったってばって、分かった、もう分かったってばってなる
たありがとう。でもね、本当にあれだよ、あるかなぐらいだよ。だみんなマジで本当にもうデレデレしてくれるので嬉しいです。ありがとう。また来たら嬉しい。嬉しいよ。緊張？でもな、緊張してる人いっぱいいて、もう本当にもう私ごときにもこんなもんもうってなりますよ。緊張だなんて。初見詐欺？え、もういる？これもあるある。なんか、はじめまして。え、はじめまして。え、初めてじゃないよ。え、そうなん？みたいな。いや、なんか、え、なんか、コロナ前に来たんだけど、みたいな言われた時に、え、そうなん？だいぶ空いたね。っていう会話とかめっちゃある。でも、マジか！みたいな。あ、壇上どうぞって言われた。握手会あるあるっていっぱいあるね。福太郎さん、くまねパパさん、セラさん、マサさん、おっさんのサムさん、シーサーさん、東京のスワンさん、元町さん、きなぺこさん、マンモスビアーさん、フレッシュメロンさん、ハヤリングさん、瀬戸内勉強中さん、ありがとうございました。なんかお話し会楽しみになったんだけど。なんかおやすみ、おやすみ。平和やで、ほんとに。また明日？また明日。おやすみー。